ズミ太郎もそうじゃないそうですということで、今回はですね、真夏の全国ツアー2024東京公演神宮についてのお知らせ動画となります。僕のね乃木坂のじゃなくて僕のこの神宮についてのお知らせ動画になります。過去ね、トゥエルブスバサラだったりとか水木卒婚だったりとかでもね、こういうお知らせ動画出してきたんですけども、今回もねお知らせさせていただきたいなと、やっていきたいなというふうに思います。いよいよね、9月2日から真夏の乃木坂2024、東京公演神宮開催されますけども、まず僕今回なんですけども、神宮全部でね3日間あって、9月2日3日4日3日かって、でさらに前日販売あると思うんですけども、この4日間ね、あると思うんですけども、この4日間すべて僕は現地に行かせていただきます。現地参戦させていただきます。レキモータ4日間も行っちゃうよと、いう感じで申し訳ないんですけども、前日販売含めてね、4日間、参戦現地に、神宮にね、行かせていただこうかなというふうに思っております。この4日間でね、できるだけたくさんの視聴者の皆さんに、お会いしたいなと、会いたいなというところで、まず前日販売ですね、9月1日に関してなんですけども、ここはですね、僕は普通にちょっと行くだけ、っていう感じで場所を指定してね、ここにいますよみたいなのをやる予定はないです。9月1日の前日販売は普通に僕は会場に行くだけという感じになるので、ここはね、なかなか僕を見つけるっていうのはね難しいと思うんですけども、普通に見かけたら神宮ねどっかにはいると思いますので、見かけたら気軽にね、もう本当にね、いついかなる状況でも声かけていただいて、構いませんので、この前日販売9月1日に関しては、見かけたらぜひぜひ声かけていただけるな、ればなと思います。9月2日から4日までの3日間なんですけども、この3日間に関して、まず場所は全部同じです。3日間すべて同じなんですけども、神宮軟式球場噴水広場という場所で、僕はねいますよと、そこに集合という感じになっておりまして、この噴水広場に関してはもう皆さんね分かってる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、神宮からはめちゃくちゃ近いですね。神宮から徒歩、3分から4分ですかね。で、グッズだったり生写真が販売されてる絵画館前の、ほんと正面というか反対のところに位置する場所ですね。絵画館前からは徒歩8分から9分という感じになっているのかなと思います。この場所にみんな来てねとみんな来てくださいという感じになっています。で、その中で場所は全て同じなんですけども、9月2日と3日のこのライブ1日目2日目に関しましては、時間としては14時から16時まで僕がそこにね、その噴水広場にずっといる予定です。ずっといる予定なので、もうぜひね皆さんたくさんね僕に会いに来ていただきたいなと、会いに来てくださいという感じで、この2日と3日に関しては写真だったり撮りますし、お話もねたくさんしたいですし、またインタビュー動画なんかも撮ろうかなというふうに現時点では考えてますので、ぜひね協力してくれる方がいたら、インタビュー動画ね、撮影させていただければなと、動画出ていただければなというふうに思います。9月2日3日はそんな感じ。最後9月4日ライブ3日目に関してはですね、なんと集合写真をちょっとやらせていただこうかなと、そうじゃないそう集合写真をねやらせていただこうかなと思います。で、さっきも言ったようにね、場所はもう全部同じです。神宮軟式球場噴水広場のところで、集合写真撮らせていただきたいなというふうに思っていて、でこちらの時間がですね、大体15時頃集合写真、撮ろうかなというふうに思っておりまして、で15時頃ね、集まっていただいて、集まるか分かんないけどね、集まっていただいて、写真撮って、集合写真撮って、もちろんその後ね、お話ししたりとか、写真撮ったりとか、その後時間許す限り僕とね、交流することが可能ですと僕と交流できますよと、したい人いたらね、できますよといった感じになってます。で、集合写真の詳細なんですけれども、全部で3枚撮らせていただく予定でございます。1枚目はですね、SNS に載せない、Twitter、X だったりね、インスタだったり、この YouTube の動画もそうですけども、SNS に載せない写真を撮るので、ぜひ皆さんね、顔は隠す必要もないですよという感じで、ポーズは自由と、何でもいいよと、タオル掲げてもいいしね、なんかピースしてもいいしね、何でもいいよという感じです。で、2枚目はですね、これ SNS に載せる写真になるので、顔ね、写っちゃ嫌だよという人は、ぜひタオルと
とか、ね、自分の手とかで顔隠してもらえればなと思います。でポーズは推しメンタオルなどを掲げてという感じで、まあ、推しメンタオルだったりね、個別バナータオルだったりいろいろね、まあ、推しメングッズですね、推しメングッズを掲げてみんなで撮れればいいなというふうに思います。で最後3枚目はですね、これも SNS に載せる写真になります。 SNS に載せる写真になってまして、ポーズは自由という感じになっておりますね。チートでポーズしてもいいしね、何でもいいんですけども、まあそんな感じで、まあ1枚と、これ全部で3枚撮るって言ったんですけど、その1枚につき2シャッターね、2枚撮る可能性もね、あるんで、まあ、その辺はちょっと臨機応変にというか、まあ1つ目2つ目3つ目みたいな感じでね、撮りたいなというふうに思ってます。この集合写真に関してはね、僕今まで1回もやってきてなかったんですけども、まあ今回初めて、まあ今回初めてというか今後やる予定もね特にないです。今のところやる予定ないので、本当に最初で最後のそうじゃない、そう集合写真にしようかなと思ってますので、もう本当にね、この3日目だけです、集合写真やるのね、3日目9月4日だけなんですけども、ね、僕の視聴者の方はね、もう行く予定ないよと、このね9月4日は神宮行く予定ないよという人もこのためだけに来てほしい。さすがに無理があるだろうお前。このためだけに来てほしいぐらいのでも気持ちで、僕はね本当に最初で最後の集合写真という感じにねして、しようかなというふうに思います。またチャンネル登録ね1万人も超えたっていうことで、本当に最初で最後の集合写真にしようかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんもう本当にお願いします、来てください。集合写真もう目指せ15人、いやもう一声20人、目指せ20人といった感じでね、本当にこうたくさん、もう本当に何でもいいんだよね、誰でもいいですね、誰でもいいというか、本当に僕の集合写真なんで、本当にたくさんの方、もうやり予定ないです今後なので、最初で最後の集合写真という感じになるので、ぜひぜひね、もうちょっと時間見つけて、15時頃になりますので来ていただきたいなと。集合写真ね、その15時頃っていう、いう感じなんですけども、まあ、15時ちょっと前にね、僕その噴水広場に行って、まあ、このスケッチブックね、そうじゃない、そう集合写真っていう、まあ、スケッチブックをね、こう掲げてね、いるので、まあ、分かりやすくはあるから多分これね見えると思うので、噴水広場行けばね、これを持ったね僕がいますので、分かりやすいようにこれを持ってますので、まあ、これを目印にというかね、来ていただければいいのかなというふうに思います。今回ねお知らせしたことすべて、ですね、まあ、もし今ね台風が来ててライブやるかどうかまだ分かんないよっていう状況だと思うので、もしライブが中止になったら当たり前ですけど、これ全て中止ということになりますし、で集合写真9月4日の集合写真に関しては、まあ、天候だったりとか状況によっては、次第ではちょっとこう中止になったりだとか、ちょっとこう場所変更する可能性もね、もしかしたらあるかもしれないので、まあね、めちゃくちゃ大雨だったらねさすがにできないんで、まあ、そういう天候とかで状況次第では中止になる可能性はあるので、まあ、そこはご了承いただいてというか、まあ、そういう中止のね、突然中止とかになった場合はまた SNS でですね、まあ、X だったりインスタだったり、とかでお知らせしようと思いますので、そちら見ていただければなというふうに思います。はい、ということで最後に改めてまとめると、まあ、前日販売含め僕は9月1日から4日すべて現地参戦しますよと。で9月1日に関しては僕は普通に行くだけっていう感じなので、見かけたらもうじゃんじゃんね、いついかになる状況でも声かけてくださいという感じで、で9月2日3日に関しては14時から16時までですね、神宮軟式球場噴水広場にて、僕ずっといますので、14時から16時頃まではね、いますので、会いに来ていただきたいなというふうに思っております。まあ、写真だったりとかお話ししたりとか、インタビュー動画も撮らせていただきたいなというふうに思っております。そして9月4日ですねに関しては15時頃そうじゃない層の集合写真、撮らせていただきたいなというふうに思ってます。その後ね、集合写真撮った後もちろん交流可能ですし、この集合写真はね全部で3枚、撮る予定になってまして、1枚目は SNS に載せないポーズは自由ですよと、2枚目は SNS に載せる、で、まあ、推しメングッズタオルとかね、などをみんなで掲げて撮りましょうと。それで3枚目は SNS に、載せるポーズは自由の写真を撮ろうかなというふうに思っております。そしてね、こちら全てライブが中止になった場合は中止になりますし、まあ、集合写真に関しては天候状況等の理由により中止になる可能性もありますよということはご了承していただきたいなと思います。まあ、そんな感じでですね、もうとにかくもうたくさんのね、僕は視聴者の人に会いたいなと思ってるので、まあ、2日、9月2日、3日、14時から16時会いにたくさんの方に会いに来ていただきたいですし、それなんといっても9月4日そうじゃないそう最初で最後の集合写真やらせていただきますので、本当にたくさんの、ね、方が来ていただければなと思う。僕ほんの怖いですよね、誰も一人も来なかったらどうしようってめちゃくちゃ怖いんですけど、まあ、今までやってなかったのもね多分集まらないだろうなっていう理由でやってなかったんですけど、もうねやっぱ1万人も
行ったし、でまあ今後やりようともないということで、本当に最初で最後の集合写真、やらせていただこうかなと思うので、ぜひぜひ、たくさんの方にね、来ていただいて、まあ一つの思い出というかね、まあ僕の思い出になっちゃうんですけどね僕の思い出もでもあるんですけども、ぜひご協力よろしくお願いいたします。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。Thank you.